ラトゥール家の紋章ラトゥール家に、トゥレンの主尺領をもたらしたロジェド・ボーホール家のケーフラ、トゥール・ド・オーベルニュ家は、フランスの上級貴族の家系、トゥレンヌ大元帥を出した一門として知られる。トゥレンの主尺領、オーベルニュ伯爵領及び、ブローニュ伯爵領を、後には、ブイヨン公爵領及び、スダン公僚を獲得した。ブイヨンとスダンの両公国は、独仏国境にある、独立国家であり、 同家は独立君主の地位を根拠として、フランス貴族の序列の最高位にあたる、フランスエトランジェの身分を与えられた。ラトゥール家は、オーベルニュ地方のラトゥールの所領を営む領主だった。ラトゥール領主ベルトラン一世が、1206年に、資料に初めて登場する。その創尊ベルトラン二世は1275年に、オリエルグの領主の後取り娘と結婚し、これを機に、 ラトゥール家は二つの系統に分裂する。ベルトラン二世夫婦の長子の家系が父方のラトゥールを相続し、自主の家系が母方のオリエルグを受け継いだ。アニメックはベルトラン四世が1389年にオーベルニ博家の娘マリーと結婚したことが起源となり、1437年にオーベルニ博領及びブローニ博領を獲得した。この系統は1524年。 女白、アンヌの死去により断絶した。二つの白陵は、アンヌの命にあたるカトリーヌ・ド・メディシスに相続された。弟脈は、アニ脈以上の出世を果たした。アニュ四世は1444年、富裕な女子相続人、アンヌ・ド・ボーフォールとの結婚により、ボーフォール白釈陵及び、デュレンヌ死釈陵を獲得した。アンヌの実家ロジェとボーフォール家は二人の教皇クレメンス六世及び、 グレゴリウス11世を出した名門だった。アニュ4世の元孫アンリは、1591年に、V4 女公及び、スダン女子シャルロットと結婚し、1594年に、妻が死ぬと2つの考領を継承した。アンリは、オラニエ公ウィレム1世の娘エリザベートと再婚して、後継ぎを設け、新しい V4 公爵家を創始した。アンリの同盟の次男は、 ユュレンヌ大元帥となった。この家系は1802年に断絶し、ラ・トゥール・ドーベルニュ家の生着を与えた。ウィキメディアコモンズには、ラ・トゥール・ドーベルニュ家に関するメディアがあります。ありがとうございます。